マックス・エーワは、オランダの数学者、チェスプレイヤーである。本名は、マッヒーリス・エベであり、マクヒーリス・エーワ、イは、エーウェ、エベとの日本語表記もある。彼の本職は、数学の研究だが、チェスの世界チャンピオンになったことにより、チェスプレイヤーとして、大きな業績を残した。アムステルダム近郊のバーテルフラーフスメール出身。歳の時に母にチェスを教えてもらい。 10歳の時から大会に出場した。1921年ウィーンの国際大会で2位となり、オランダの国内チャンピオンとなった。1935年当時の世界、チャンピオンアレクサンドル・アレヒンに挑戦し彼を破り、世界チャンピオンとなったが、2年後のリターンマッチでは、アレヒンに敗れチャンピオンの座を失った。1948年アレヒンの死後空位となった。 世界チャンピオンの座をめぐり、ミハイル・ボトビニク、ワシリー・スミス・ロフ、パウル・ケレス、サミュエル・ハーマンでシェフスキーと5人で、新チャンピオン決定戦が行われたが、最下位に甘んじた。1970年国際チェス連盟の会長に、就任。英和は、世界チャンピオンの中ではもちろん、グランドマスターの中でも数少ないアマチュアで通した、ことで知られている。公認会計士。 航空パイロット、ハーグ大学数学部長、ナトコンピュータ部長と数多くの資格、肩書き及び数学の博士号を持ち、学生時代は水泳とボクシングの選手としても活動した。ありがとうございます。